僕が聞きたいですね。すごくオーソドックスな釣りだとは思いました。なんか本当にああこれが日本一になる釣りなんだと思うぐらい、本当に友釣りの基本中の基本みたいな。黄色い鮎を人よりいち早くかける。でそれを見つけるのが人より素晴らしく早い。私なんかですとやっぱり少し迷いが出る時あるんですよね。というのは流れの通りに分かれれば、そしてまず流れの通った、まあ、流針というか無難な誰でもできる針じゃなくて少し、かかりそうなポイント入ってるけどな。引っ張らんね。引っ張らんね。簡単には選手交代で私は3つしか釣れませんでした、うん、どこ行った？かかりおった。おーい、ほんまかいな。だから極力一つの立った位置から360度はそのおとりのその技量に合わせたような釣り方を考えて、まあ全部が釣れると判断してですけどもね、そういった時なんかは全部がポイント、むしろ真ん中に立ってもう360度を攻めるぐらいの釣り方の方が得な、意外とバラバラとそれの方が超過伸びることが多いですね。もう右岸左岸で決めてしまうと、このトイ、このトイはおるでしょう。そうやけど、そこはもう絶対大会やったらお互いが入れていくとこ。おお、かかった。ユージ君はオチクチが好きだね。見えない背型っていうか、オチクチギリギリをやっぱり丁寧に探っていく。あんま言わんといて、そういうこと、うん、探ってくれ、うん、あかん、言ったらあかん、そういうのは。